5年間16戦12勝 8KO3 敗1分け、その全ては今日のために。震えが込み上げてくる。当然だ。ビビってるわけじゃない。俺の初のタイトルマッチだからだ。行くぜ、夢の舞台へ。憧れ続けたタイトルマッチのリングへ。から元気出しやがって。意外に地に足がついてるって感じですね。宮田君、今日の試合どう思う？予想か。木村さんが本来の実力を存分に発揮できれば面白くなるだろうな。そうだよね。両雄コーナーへ分かれます。あとはゴングを待つばかり。緊張の一瞬、判決はいつ下るのか。死刑か、それとも逆転無罪か。さあ、ゴングが鳴りました。達也、さあ、挑戦者がコーナーを蹴る。日本タイトル見分けてまっしぐら。そしてチャンピオンは独特のヒットマンスタイル。死神の鎌が左右に揺れている。ジャブが来る。かいくぐるんだ。宮田とやったスパーを思い出せ。よし、外した。左、左の軌道が変わりやがった。的を散らす。小刻みに体を振る挑戦者。しかし自在にホーミングし着弾するチャンピオンのフリッカー。なんて左だ。確かにアウトボクシングじゃ勝負にならねえや。改めて思い知ったようだな、マシバのリーチの脅威を。僕もそうでした。見るのとやるのじゃまるで違って。泣き言なんか言ってられるか。実際あれをどうにかしねえと。やるしかねえ。一度ダメでもトライし続けて必ず懐へ。また始めやがった。アウトボクサーと聞いていたが、要するにインファイトがやるっていうわけだ。いいよ、やれるもんならやってみな。やっと踏み止めない。強引に入るなって言ったろ。リズムだよ、リズム。捨て身のつもりか。にわかファイターに何ができる。そんなに簡単に攻略できるほど俺の左は安っぽくねえ。ロープギア使った。行こう。逃げよ、キムラ。逃れた。過労してピンチを出した。挑戦者の顔が。マシバの左はスナップを効かせて打つ。一発一発の重さはねえが極端に腫れる。もらい続けると目が塞がるぜ。そうなったら足使え。ジャブついてリズムを立て直すんだ。聞こえたかい。無理しねえで本来の戦い方をしなよ。かといってそれも通用しないかな。挑戦者下がらない。分かっていった。避けろ、避けろ。あくまでインファイトかよ。捕まった。またしても死神の弾が挑戦者を切り刻む。そりゃダメなんだよ。挑戦者逃げる。精一杯の抵抗か。聞いちゃってる。チャンスだ。え、マシバは右をまだ使っていない。左で相手をコントロールする試合の組み立てだ。右で倒そうと思えば倒せるのに。なんで。明らかに世界を意識した戦い方だ。野郎、木村を実験台にしてるのよ。実験台。好都合だ。フリッカーのみで来るのなら今のうちに体で覚えればいい。でも試合中に覚えるなんて無理だよ。遠くて見えねえのか、木村さんの目が。パンチのスピードとキレは宮田と同じ。違うのは角度。角度さえ読めれば。避けた。やった、綺麗に入った。倒れるか。持ちこたえた。第1ラウンド終了。10対9。チャンピオンの一方的なラウンドです。危ねえな。はい、一発だぜ。3分か。よく粘ったじゃねえか。3分だと。たった
だ3分なんぞ兵でもねえよ。なんたってこちとら5年も粘ってきたんだ。大丈夫か。相当もらってたぞ。おい、そんなにまくし立てんなよ。やっぱりあいつファイターにも強えんだよ。今からでも作戦変更しようぜ。最初から3分間であいつの懐取れるなんて思ってねえよ。10ラウンドじっくり行こうぜ。そうは言ってもよ。確かに強いだが予想以上じゃねえ。まあ見てろよ。セコンド。5年間粘ってきたか。なぜ俺が死神と呼ばれているか。6人のボクサーが俺と戦って引退してるからなのさ。そして貴様で7人目だ。歯が立たねえ。そんな一発だってまともに当てられねえんだ。あんなに努力したのに。リプレイのように1ラウンドから挑戦者全くいいところなし。唯一違ってきたのはその顔。刻一刻と死刑執行の時が迫っています。達也、倒れた。挑戦者この試合初のターン。左手一本で6ラウンドか。意外と手こずっちまったな木村君。あった。挑戦者かろうじて立ち上がった。そしてここで6ラウンド終了。木村さん、達也君立ちましたよ。八木さん、達也は大丈夫か。あの子は私のせいでぐれてしまったんですよ。小学校5年の時です。上級生にいじめられて傷だらけで帰ってきたんです。苦情を言いに行ったんですが、相手の親の勢いに負けてしまって逆に謝ってしまった。それからです、あれの親を見る目が変わってしまって、断ることに反発し、中学に入ってからは家庭内暴力など日常茶飯事でした。セコンドアウト。世間様にも迷惑をかけて、知らぬ間に高校も辞めてしまい、手がつけられなかった。ところがある日、達也の暴力がピタッと止まって、私らはほっとしました。どうか長続きしてほしいと思いました。ええ、頑張ってますよ。手のつけられなかったあの拳は、今一つの道で日本一にまで挑んでいる。息子の拳は立派になった。私はまた同じことを。親の務めを放棄するところだった。母さん、戻るぞ。はい。インファイトに持ち込んでる。達也、チャンピオン嫌がっている。もう7ラウンドだ。これ以上手こずっちゃ世界運なんて言ってらんねえ。どうして急に飛び込めるようになったんだ。足の引きつけさ、よく見ろ。左に合わせて右ボディ。うるさいジャブを抑えて飛び込んだ場所は左ボディを狙う絶好の位置。それにしてもなんで今頃、やれるなら初めからやれってんだ。わっとったんじゃ。マシバも打ちっぱなしではスピードが落ちる。サンドバックみてえになって、それを待ってた。知力で勝負の木村のことを、戦略を練るあまり消極的な試合もしばしばじゃった。ええ、初めて見ますよ。これほど危険を犯しまで前に出る木村の姿。木村、俺にはわかるよ、お前のむき出しのファイトっぷりが。俺たちはボクサーとしては崖っぷちだもんな。周りが上に行くのに自分だけがいつまでもうだつが上がらねえ。引くに引けねえ理由ってのはあるよな。離れろこら。離れねえ、絶対離れねえ。この世界で5年間飯食ってきても自信もプライドもねえよ。だけど一つだけあるんだよ、ごく身近によ。どんな相手と戦っても前に出続けてチャンピオンになっちまった奴がいるんだよ。意志ってもんがあるから負
けられねえよな。第7ラウンド後半、ここに来て挑戦者の必要なボディ攻撃にチャンピオン防戦一方。真島さんのガードが下がってきた。あ、顎が巻き起こる。木村コール、ジュニアライト級王座に君臨してからチャンピオンがここまで苦戦するのは初めて。ポイントは劣勢ながら期待感が盛り上がる。お父さん、こんなにも大勢の人に応援される男になったのか。私はお前のことを誇りに思うぞ。第7ラウンド終了。大前線の挑戦者、ボディ攻撃は次のラウンドもしつこくやってくるだろう。だがバカの一つ覚えの攻撃じゃ通用しねえことを思い知らせてやるよ。完全にマシマの注意は下の攻撃に集中してくれた。ようやく下ごしらえができたよ。あと一発。5年間長かったよ、その全ての思いの丈よ。気の遠くなるほどの思いを込めた一発を打ち込むだけだ。第8ラウンド巻き起こる。木村コール、果たして判決はどちらに言い渡されるのか。舐めていた。あの目をした奴に勝つには全力で意識を断ち切るしかねえ。意識も何度も飛んでるだろうに目だけは死んでねえ。けどそれも限界に近い。このラウンドが勝負だ。誘ってやがる。いいぜ、付き合ってやるよ。ただし全力でな。この左で俺は世界に行くんだ。はい、かかった。そしてまたもやりまで。タイミングを完璧に掴んでやがる。ラピアンブロックです。挑戦者の顎が跳ね上がる。くらえ。これをまたしても買いかかった。また顎を跳ね上げてやるぜ。うせーの。これもブロックか。なんだ、もう何度サンドバッグを叩いただろう。何百回、何千回、気の遠くなるほど数を打ち込んだ。全てはこの一撃のために。なぜ天井を見てる。俺は倒れたのか。何もらったんだ。なぜ俺が寝てるんだ。わからねえよ。セブン。うわ、甘えてんだろうが。止めて。際どいな。ボックス続行だ。第8ラウンド残り時間に約1分。さすがだぜチャンピオン。俺の渾身の一撃だったのによ。一発で終わらなきゃ2発3発行くしかねえ。聞いてるぞ畳かけろ達也。さっきのパンチは上か。あれをもらっちゃダメだ。ガードが上がった、うん、左ボディが突き刺さった。くそ、上かと思えば下が来やがる。何が何だか分からねえ。チャンピオンのフリッカーに挑戦者近づけない。右目が塞がってきて野郎の左が見えにくいったらあれしねえ。構わねえ、突っ込め。挑戦者肩から飛び込んだ。上のパンチだけはもらわねえ、うん、上は勝て、下だ。上があくまで叩き続けてやるぜ、うん、挑戦者の徹底したボディ攻撃、チャンピオンをロープに詰めた。チャンピオンのガード
てが悪い。俺は全てを失う。泣くな、クミ。泣くんじゃねえよ。挑戦者必殺の右が炸裂。お兄ちゃん、ドラゴンフィッシュブロー2発目。嫌だ、嫌なんだよ、全てを失うなんて。クソ、負けられねえんだよ。チャンピオン倒れない。少年なクレンチだ。今当たったのに。マシバは決して打たれ強くない。もう限界を超えているはずなのに、まだ耐えるか。技術云々じゃねえ。マシバの怖いのはあの勝利への執念だ。離れろ、こら。マシバ離れて、ブレイクだ。見苦しいぞ、早く離れろ。これでもチャンピオンかよ。ネフェリー、決定しろ、決定。離すな、マシマ、生き残れ。マシマ、ブレイク、限定するぞ。この第8ラウンド終了。圧倒的な挑戦者のラウンド。チャンピオン、とりあえず命をつなぎ止めました。惜しかったぜ、クリンチされなきゃよ。いや、すげえよ、あいつ、やっぱりすげえチャンピオンだ。しがみついた手にすげえ執念感じたよ。そうだ、チャンピオンには底力がある。優勢でも気を抜くな。まずい、相当来てやがる。いいか、上下の揺さぶりに気をつけろ。ガードを固めて、聞こえてるか。セコンド。おい、マシマ、負けるのは嫌だ。マシマ、シャア、行ってこい。さっきチラッとベルトが見えたよ。チャンピオンになって戻ってくるぜ。ラウンド9。もう一発だ。ドラゴンフィッシュブローを当てれば必ず倒れる。これ以上勢いに乗せちゃダメだ。生き残らなきゃ世界もクソもねえ。チャンピオン珍しく右から入った。右で止めに来た。認めよう、こいつは最強のチャレンジャーだ。右のクロスイング、倒しできたか。強引に流れを押し戻しに来たぜ。打ち合いは望むところ、両目とも草にかけて距離感がねえのさ。ありがてえ展開だぜ。天狗中央、火の出るような打ち合い。両者まさに最後の力を振り絞る。木村は僕さ生命かけてんだ。崖っぷちの人間の怖さを思い知らせてやる。背負ってる重さが違うことを見せてやる。敵の打ち下ろしだ。これは効いた。無理やり立たせるようにアッパー。これは短距離の必勝パターンだ。くそ、倒れろ、倒れろよ。なんと打ち返した。一気に前に出る挑戦者。大丈夫だよ、クミちゃん。マシは絶対勝つから。お兄ちゃんが弱気になってる。いつも強がってたお兄ちゃんが弱気に。あんな表情見たことない、見たことないよ。前のダメージが抜けねえ。イメージ通りに肩が動かねえ。チキショー、こいつ強え、強えよ、この野郎。チャンピオン、クレンチだ。やっと読んでいた。下に守り込んでボディ連打。効いている。挑戦者ベルトは目の前だ。王者は目の前だ。
今だ。嫌だ、負けるのは嫌だ。逃げた、ベスコだ。この手が伸びければあれに手が届く。負けられねえんだよ。届け。届いた。ベルトも何も見えねえよ。キムラ！右と右の相打ち。しかし打ち勝ったのはチャンピオン、強烈だった。チャンピオン自身も信じられないといった表情。それほど際どい相打ちでした。達也くそったれ、髪一重だったのに。タオルじゃ。はい、決まりましたかね。先に当てたもん勝ちだったんだがな。弧を描くキムラのパンチと直線的なマジバのパンチ、軌道の差が出ちまった。そんな、まだ試合終わってないじゃないですか。右と右のカウンターだぞ。立てると思うか。待ってくれ篠田さん。何言ってんだ。見ただろう、あれはまずい倒れ方なんだよ。だってあいつ最後の試合だって決めてたんだよ。せめて終わるならあいつの意志で。俺だってそうしたい。しかし取り返しのつかないことになったらどうする。シックス。セブン。そんなバカな。エイ。立ち上がった。タイトルへの執念か、それとも本能か、何が挑戦者を突き動かすのか。木村、目を見せて。レフェリーが様子を伺う。さあどう判断する。続行なのかストップなのか。頼む、続行してくれ。やらせろルフィ、続行だ。続行、続行。止めろレフリー。最後まで戦わせてくれ。ボックス続行だ。何度倒しても何度倒してもこいつは立ち上がってくる。もう息の根を止めるしかない。闇雲に突進してきた。ビビってパニックになってやがる。あのマシマさんが怯えて。負けたら引退します。木村立て。木村さん行け。レフェリーがチャンピオンを止めた。これはどうした。もう意識が。試合終了だ。拳を突き出したまま動かない挑戦者に終了のゴングが降り注ぎます。死闘の幕が今下ろされました。木村、木村さん待て。一方マシマ、こいつこんな冷たい汗を。もしあの拳が伸びきっていたら俺は今頃。君ら篠田さん、
まだ戦ってるんすよ、こいつ。試合終わったことに気づいてねえから拳引っ込められないっすよ。まだ戦ってるんすよ。木村、よくやったぞ。頑張ったな、達也。最後まで見せてもらったよ。お前は立派だった。最高の息子だ。マシバ待てよ。勝利インタビューとかあんだからよ。勝利？平王橋じゃねえか。主役ずらして居残っていたら恥かくだけだぜ。